エリザベス・ハンドはアメリカ合衆国の作家。ハンドはニューヨーク州ヨンカーズとパウンドリッチで育ち、カトリック大学で演劇と文化人類学を学んだ。1988年以降、彼女の作品の多くで舞台となっているメイン州の沿岸地方に住みつつ、パートタイムでロンドンのカムデンタウンにも住んでいる。百八十八年にデビュー短編プリンス・オブ・フラワーズを とワイライトゾーン氏に発表した。1990年には、第一長編である、当庁の祭りを発表し、同作で、フィリップ・ケー・ディック賞にノミネートされる。1994年のウェイキング・ザ・ムーンで、ティプトリー賞とミソ・ピーク賞を受賞。1996年、次に4月、マーズ・ヒルでデ,デネビュラ賞中長編部門と、 世界幻想文学大賞中編部門を受賞。2002年、クレオパトラブリムストーンで国際ホラーギルド賞を受賞。2003年、パバーヌ4、エープリンス・オブ・ザ・ヤーで同じく国際ホラーギルド賞を受賞。2004年、短編集ビブリマンシーで世界幻想文学大賞短編集部門を受賞。2007年、エコーでネビュラ賞短編部門を受賞。2008年、 長編ジェネレーションロスでシャーリー・ジャクソン賞を受賞。イリリアで世界幻想文学大賞中編部門を受賞。2011年マコーリーのベレロフォンの初飛行で世界幻想文学大賞中編部門を受賞。また、スター・ウォーズ、X ・ファイル、12モンキーズなど映画やテレビドラマのノベライズやスピンオフも手掛けている。ありがとうございます。